それでは今まで一つ一つの技術の練習をやってきましたが、その技術の練習を組み合わせた練習の段階に入っていきます。これができるようになるといよいよゲーム練習ができるということで、最後の仕上げになります。今まで、一つ一つ技術練習やってきましたが、ハイクリア、右足で大きく蹴って、そしてしっかり後ろまで飛ばすと、そして前はロブ、バック側とフォア側、これ交互にやってます。この時に、ハイクリア、横を向いて、右足で、蹴ること、もう少し、前と後ろを大きく動かしてください。後ろ全然追い込めてないからバックラインぐらいまで、はい、追い込んで、はいはい、しっかり前行って、背中が前取りの時、前のロブの時に、背中が曲がらないように気をつけて、打ったら早く羽の下に入るように